番組おすすめの絶品ラーメンをご紹介する今週の一杯。今回は長岡市寺泊大町にある麺堂龍泉の究極の一杯をお届けします。寺泊の魚の市場通り近くにある黒と金の迫力ある看板が目印のこちらのお店、トレードマークの龍が描かれたのれんをくぐると目の前に現れるのは券売機。醤油、味噌、塩に黒、赤、白と謎のボタンが並ぶメニューの中から店長おすすめの一杯がこちら、龍泉ラーメン赤です。うちはですね、靴を脱いで玄関から上がっていただくような形をとってますんで、まあ、ラーメン屋さんにしては珍しい形で営業しております。龍泉の赤は、味付け卵、あとメンマ、チャーシューにナルトを乗せてネギが乗ります。で、真ん中には赤い、龍の宝玉をイメージした玉ねぎが乗ってるんですけど、それは、うま辛く、味付けして何種類もの調味料で味付けしてあります。途中で混ぜることによって味変して、まあ、2度楽しめるような美味しいラーメンになっておりますので、ぜひともお試しください。スープはそうですね、一応味噌を3種類混ぜて、あと6種類の調味料を入れて作っておりますので、あと寝かせは1週間から2週間寝かせて使うようにしております。ツルツル、シコシコ、もちもちですかね、それ3つが麺に、あるようにしてあります。ピリ辛玉ねぎの赤玉をスープに溶かして味変も楽しめるこの店ならではの一杯です。皆さん、こだわり抜いた究極の一杯を作るラーメン店がおすすめするお店って気になりませんか？というわけで、私がおすすめするお店屋さんはシルクロードの塩ソフトミックスです。バニラの甘みと塩ソフトのしょっぱさがマッチして大変美味しくなっております。シルクロードさん、塩ソフト作ってくださいね。はいはい、ご紹介いただきましてありがとうございます。美味しい塩ミックス作ります。今週の一押し、寺泊の魚の市場通りにあるシルクロードです。ひときわ目立つピンク色の建物にはお土産を買おうと寺泊を訪れた観光客でにぎわっています。そんなシルクロードで今一番人気の日本海をイメージしたソフトクリームはこちら、塩ミックスソフトクリーム。地元の牛乳で作ったバニラミルクと寺泊の海で採れた塩を使った塩ソフト、その両方が出てきます。バニラミルクの方は牛乳をすごく風味として感じられる、柔らかい味になってます。と塩ソフトの方は、寺泊の塩を使った塩なんですけれども、その塩はそんなにしょっぱさを感じるんじゃなくて塩の甘さを感じる塩ソフトになってます。うちの塩ミックスは、青い部分は海をイメージした青さが出てますんで、ぜひ食べに来てください。お願いします。今週の一杯は長岡市寺泊大町にある麺堂龍泉の龍泉ラーメン赤。今週の一押しは同じく寺泊の魚の市場通りにあるシルクロードの塩ミックスソフトクリームでした。どちらのお店もおすすめです。